ラファエル・ソリアーノ、ラファエル・ソリアーノ、ラフエル・ソリアーノ、1979年12月19日隊は、ドミニカ共和国、サン・ホセデオコア州ン・ホセデオコア出身の元プロ、野球選手、投手、右投げ右打ち。8月30日にシアトル・マリナーズと契約金5000ドルで、ガイア手として契約した。この時、マリナーズのスカウトをしていたラモンデロス・サントスは、 ソリアーノのプレーを20分見ただけで獲得を決した。ワルキー級アリゾナリーグマリナーズで38試合に出場し、12打点7盗塁、打率269だった。ワルキー級アリゾナリーグで32試合に出場し、6打点5盗塁、打率167だった。から投手へ転向。a エバレットアクアソックスで14試合に登板し、 5勝4敗、防御率3.11だった。YAQ ウィスコンシンティンバーラトラーズで21試合に、登板し、8勝4敗、防御率2.87だった。YAQ サンバーナディーのスタンピードと AAQ サンアントニオミッションズでプレー。AAQ では8試合に登板し、2勝2敗、防御率3.35だった。のシーズン前に、ベースボールアメリカが選ぶ。 注目の若手30人に選ばれたが、ビザが降りず3ヶ月入国できなかった。AAQ サンアントニオで開幕を迎え、5月8日にメジャーへ昇格。5月10日のボストンレッドソックス戦でメジャーデビューを果たし、同試合で初セーブを記録する。その後は先発ローテーション入りするも、勝利を挙げることなかった。この年は10試合に登板し、 デ勝三3敗1セーブ、防御率4.56だった。は中継ぎとして40試合に登板。3勝0敗、防御率1.53だった。5月11日に、右肘の故障で15日間の故障者リスト入りし、8月17日にトミー・ジョン手術を行った。この年は故障で6試合の登板にとどまり、デ勝三3敗、防御率13.50だった。 オフの10月4日に故障者リストから外れた。4月1日に前年の手術の影響で60日間の故障者リスト入りした。9月5日に故障者リストから外れた。復帰後は7試合に登板し、0勝0敗、防御率2.45だった。若いマクロースター入りしたが、7月29日に右肩の故障で15日間の故障者リスト入りした。 8月4日に復帰した。8月29日のロサンゼルス・エンゼルス戦で、ブラディミール・ゲレーロの打球が頭部に撃死、入院、翌日の午後には退院した。しかし脳震盪と診断され、残りの30試合を欠場した。この年は53試合に登板し、1勝2敗にセーブ、防御率2.255だった。2006年12月7日にとの交換トレードで、 アトランタブレーブスへ移籍した。は、ボブ・ウィックマンにつなぐセットアッパーとして、8月に、ウィックマンがリーフとなった後はクローザーを務めた。9月20日には、ダン・アグラに報復支給を当てたとして4試合の出場停止処分を受けたが、異議申し立ての結果2試合に軽減された。この年は71試合に登板し、3勝3敗9、セーブ、防御率3.00だった。 1>, 1月24日にブレーブスと総額900万ドルの2年契約に合意。しかし2008年シーズンは右フィーチ2のために3度故障者リストに入り、8月28日に右フィーチの手術を受けてこの年はわずか14試合の登板に終わった。は、マイク・ゴンザレスとの左右の W ストッパーを務め、自己最多の77試合に登板。1勝6敗27セーブ。 防御率2.97だった。オフの11月6日に FA となったが12月7日にブレーブスと再契約した。2009年12月11日にジェシー・チャベスとのトレードでタンパベイレイズへ移籍した。5月21日には DHL デリバリーマン・オブ・ザ・マンスを受賞し7月にも受賞した。1シーズンに2度受賞したことは史上初だった。 7月には、マリアノ・リベラの代役として、オールスターに初選出された。8月に DHL でリバリー、マン・オブ・ザ・マンスを再び連続受賞し、トレバー・ホフマン、ジョー・ネイさんに次いで、史上3人目となる3度目の受賞となった。8月23日のロサンゼルス・エンゼルス戦では、対戦した3人の打者を3球三振で抑える、を達成した。これは1990年以降で、 アメリカンリーグの投手として15人目、イマキュレートイニングでセーブを上げたのは、史上6人目の記録となった。オフのサイヤング賞の投票では8位に入った。この年は64試合に登板し、3勝2敗、リーグトップとなる45セーブ、防御率1.73だった。オフの11月1日に FA となった。1月18日にニューヨークヤンキースと、 総額3500万ドルの3年契約を結んだ。ヤンキースにはマリアノ・リベラという不動のクローザーがおり、基本的にはセットアッパーとしての獲得とされた。しかし中継ぎとしては破格の巨額契約であり、オーナーのハルスタイン・ブレガーの独断で決定されたもので、代理人のスコット・ボラスの手腕の賜物とも言われたが、GM のブライアン・キャッシュマンがメディアに不満を滲ませるほどだった。 開幕ロースター入りしたが、5月17日に、右肘の故障で15日間の故障者リスト入りし、6月15日に60日間の故障者リストへ移動した。7月29日に復帰。この年は42試合に登板し、2勝3敗、防御率4.12だった。はシーズン想像に負傷した守護神、マリアノ・リベラに代わるクローザーとして69試合に登板し、 2勝1敗、42セーブ、防御率2.26だった。オフの10月31日に翌年分の契約を破棄した上で FA となり、11月2日にはヤンキースがクオリファイングオファーを提示したが、11月9日に拒否した。1月17日にはシントンナショナルズと総額2800万ドルの2年契約、2015年1400万ドルの 球団オプション付きに合意した。この年はチームのクローザーとして68試合に登板し3勝3敗43セーブ防御率3.11だった。オフには球団オプション行使の条件2年で120の交代完了を満たせず2年で 106FA となった。シーズンが開幕しても所属先が決まらず5月には スコット・ボラスとの代理人契約を解除し、オクタゴン・ベースボールのアラン・ニーロに切り替えた。6月9日にシカゴ・カブスとマイナー契約を結び、AA 級テネシース・スモーキーズに所属した。7月17日にトリプル A 級アイオワ・カブスに昇格した。7月20日にメジャー契約となり25人枠入りしたが、6試合の当番で4失点を喫する。9月1日にリーフとなり、 4日に自由契約となる。オフはドミニカ共和国のウィンターリーグに出場した。2月28日、トロントブルージェイズとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。しかし3月20日に引退を表明した。91から94メートル PH の4シームを軸にスライダーを織り混ぜる。 クローザーとして試合を締めると、十字を切った後、ユニフォームのシャツの裾をズボンの外に出す、アンチュークトという癖があった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。